はいどうも皆さんこんにちはこれから不動産鑑定士試験2018年分野別過去問解析プラスアルファレン会計学の第1回目講義を行っていきたいと思います担当はレックセンリン講師の高坂ですはいではですね、えー、ちょっとタイトル長いんですけどね2018年の分野別過去問解析ですねプラスアルファレンということで まあ、今日からスタートとということになりますで、えーまあ、全8回ということになるんですがあの講座の流れが、まあ、ちょっと変則的になりますので最初があの50分ほどですね、えー、講義の方があります。で、まあ、その後、まあ一応10分間休憩取りますけれどもで10分休憩挟んだら、えー、1時間60分ですけどね60分で、えー、皆さんに一問解いていただいて。 えまあ提出をしていただくという形になります。でこれはあの間違えないでいただきたいんですが、二、えー、つ問題一問題にまあ両方あるんですけれども、皆さんに提出をしていただくのは問題二の方になりますんでね、問題二番です。そこだけちょっと気をつけておいてください。問題一を提出しないようにしていただきたいですね。問題二番です。問題二番を提出をするということですね。で、えー、その後、えー、当連まあ皆さんが 1>, 1時間通れんといていただいた後にまた10分ちょっと休憩取りますが、えー、最後20分ほどになりますが20分間でまた簡単なかまとめの解説を行っていくということですねちょっとこう途切れ途切れになっていくんですがまあ、ちょっとあのいつもと講座とは少し違いますけどね、えー、しっかりと受講していただきたいと思いますで、えー まあその講座の中身についてなんですがまあタイトルにありますように分野別のまあ過去問解析ということでえまあ基本的には素材としては過去問の中でまあ重要な過去問をえセレクトしてですねでそれをまあ素材まあ題材にしてまあ皆さんに一問解いていただくというような形を取りたいと思います。で実はですねまあ2018年向けのまあ講座になっているんですがえ実は つい最近ですね2017年,2017年の本試験は終わりました。で今、えー、いろいろと公表を書いてですねでまた、えー、回答解説ですね回答解説をどん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 、まあ、少し詳しくこう仕上げていたりとかっていう、まあ、今作業をやっているんですがで、えー、実は2017年の試験終わっちゃったんですけどねもう。で2017年の試験でここで一旦試験員ってそらく後退すると思います。 とということは皆さんが受験予定のまあ2018年になってくるんですが2018年はまあ通称であれば別に決まってるわけじゃないんですがあの例年通りであれば皆さんが受ける年は2人とも試験が交代するんですね。ということはまあ言ってみればまだ我々としてはですねピッチャー誰がピッチャーとしてこう投げてくるかがわからない状況なんですよ。 でですすからせめててピッチャーを教えてくれれば打ち方ですねこちらとしてもやっぱりもう長年指導やってますんでねじゃあこういうピッチャーだったらこういうふうに打てばいいんじゃないかとかっていう具体的なアドバイスを送ることができるんですが、えー、いかんせん現状ではまだその試験が発表されてないんですよね。で試験が発表されるのが、まあ、例年だと1月の終わり、まあ、2月ぐらいになるともう発表されてるかと思うんですが1月の終わり。 今2月の頭ぐらいにかけてで試験員というものが発表されるというのが通常通常りであればそういういことになっているんですねしたがってこのプラスアルファトレンこれから全8回ですかね前8回にわたって講義の方をやっていくんですがこの中この講座を実施している家庭においてはですねその試験員がまだ発表されていないという状況になりますのでえまあちょっとこう。 まあ手探りですね、まあ、要するにまだピッチャーが誰が投げてくるかわからない状況で、えー、まあ打ち方を教えるというような形になってしまいますのでね、まあ、ちょっとまだ手探りな部分がどうしても、まあ、あるわけなんですけどねただ一応ですねあの、まあ、過去の鑑定士の試験傾向から考えて、まあ、来年2018年皆さんが受ける年ですね皆さんが受けられる年は、えー、まあこの辺がちょっと危ないんじゃないのかなっていうテーマを選んでいるつもりです。 でえー、先ほどお話をしたようにこの講座はですねプラスアルファトーレンと言いますけれどもこのプラスアルファトーレン2017年ですね2017年のプラスアルファトーレンももちろん実証はしているんですがその中から結構本番の試験で出ました少なくともテーマとしては同じテーマが本番の試験に出ているんですね。 ですから、えーまあ、ちょっとからま2017年のこのプラスアルファトーレンを、えー、受講されていた方は、えー、2017年の本試験問題において、えー、あこれやったわそうやらなんかレックでやったなみたいな感じで、えーまあ、結構かけたんじゃないのかなとは思ってます。で、まあ、皆さんが受験される2018年なんですけどね えーまあ、正直言いましてやっぱり試験が発表されてないもんですから、まあ、そこまで高い精度でこう当てるっていうことがやっぱり正直ちょっと難しいところがあるんですけどもね、まあ、なるべく、えーまあ、今までの過去の経験から、まあ、なんとか、えー、ちょっと問題を、まあ、当てたいなとは思ってるんですけどねですから、えーまあ、これから全、えーまあ、8回にわたって答案練習ですね答、えー、案練習の方が、まあ、スタートしていくことになるわけなんですがえー まあ、ぜひ一問一問ですね、えー、気を抜かずに手を抜かずにしっかりと復習しておいていただきたいと思います。はい、ということでちょっと前置きはそれくらいにして、えー、中身の話に移っていきたいと思いますでちょっと一回レジュメの方ですね切り替えたいと思います。 でえー、問題の1番なんですがディスクロージャー制度ということで、まあ、情報開示ですね企業のまあ実態を開示するというこういう内容なんですね。はい、でこのディスクロージャー制度ということで、えー、ちょっとまたカメラ切り替えちゃいますけどねいわゆる企業の実態、まあ、情報を開示するという形になるわけなんですね。でえー、括弧の1番でディスクロージャー制度におい 制度における財務報告の目的についてということですね。それから過去、えー、の2番で、えー、重要な会計方針を中継すべきということなんですが、えー、もし重要な会計方針が中期されないとディスクロージャーの観点からどのような弊害が生じますか、田中さんの評価方法が中期されていない場合を例に挙げて説明しなさいということで、えー、これは平成10年度の、えー、本式問題、まあ、ちょっと若干こう解題はしているんですけどね。実はあの 平成10年の本試験問題。まあ、これ、まあ、ば、え、解題というか、ば、抜粋になっちゃうんですけどね。あの、全部ではありません。えー、で、今回は第1問目、まあ、問題の一番として、こういうテーマを取り上げました。ディスクロージャー制度ということで、で、これは、皆さんの受験予定の2018年も、お、すごく大事になるテーマだと思ってます。特に、えー、先ほどその、不正解決なんていう言葉もですね、まあ、もちろん昔も、まあ、不正解決いう言葉自体はあったんですけどね。 えー、やっぱり結構耳にする機会もありますのでですからやっぱり企業としては、まあ、会社としてはしっかりとこう情報というものを、まあ、皆さん投資家に向けて解助するという義務がありますので、えー、その辺りにこう絡めた問題なんですよねですから、まあ、皆さんが受験される2018年はちょっと危ないのかなと思ってますんでね、はいえー、ではですねちょっと にえー、2ページ目になりますけどねちょっとページをめくって頂い,いて解説レシーブですねでちょっと話が少しそれてしまうんですが最近の本試験問題のテーマを貯金、えー、4年分ですねこの26年から29年度29年度までの、えー、4年分で載せておきましたでこれちょっと参考にしていただきたいんですねで、えー、ちなみにこれが一番 新しいというか、まあ、平成、えー、二十九年、二千十七年ですね。で、結構、これ見ると、問題の一番、問題の二番、そうなんですが、こう。いろんなテーマを、こう寄せ集めにしちゃってます。まあ、なんていうでしょう、うん。すき焼きじゃないですけどね。なんか、ネギとか、お肉とか、野菜とか、まあ、なんか、いろんなものを、なんかぐちゃぐちゃ入れちゃってるなという感じがします。えー、問題の一番、で、問題の二番、まあ、これ、まあ。 2つあるんですけどね問題の2番もまあ基本的にはこれ全然関係ないです資産除去債務と請負い工事お互い全然関係ないんですが、えーまあ、2つのテーマを入れているということになるんですね。ただここまでが で一旦区切りますで皆さんが受ける、えー、2018年ですね平成30年になりますかね皆さんが受験予定の2018年は新しい試験員になりますのでそうすると、えー、例えばそのこの辺のテーマ例えば収益の認識だとか減価償却とかっていうあるいは幻想もそうかもしれませんがこの辺のテーマは出題されてもおかしくないかなっていうところがありますのでねこれはもう以前の試験員になっちゃいますからね。 でまた、えー、このプラスアルファ答弁ですねこの機会の中で、まあ、できればですねこの、まあ、過去の4年間、まあ、特にこの直近の試験ですね直近の試験の問題をですね皆さんにご紹,介したいか、えー、ご紹介したいなというふうに考えてはいるんですけどね、まあ、今回一応テーマですね29年度はこういうテーマが出題されましたということの、まあ、確認だけになります、はい、ではですね、えー、ちょっと次のページになりますが 3ページ目のところでディスクロージャー制度ということで,でこれが平成10年度の本式問題になりますですねで、えー、実はですねこの括弧の2番は省いてます今回問題の1番ではで本当はですねこの平成10年度の本式問題はこの括弧の2番もあったんですが、えー、これ書かなくて結構です一応 問問題1と問題との3ですねこの2つだけ取りり上げて問題を作りましたでちょっとすみませんモニター切り替えちゃいますがあの実はですねこれ平成10年度の本試験問題なんですが平成10年度とかあるいは、まあ、もっと前にも遡っていただいても構わないんですがそういった年と比べると特に本当にここ数年なんですがここ数年は明らかに回答の分量減ってますあのものすごい回答の分量が減ってるんですよね。 ですから、本当にこう。名前としては、論文式の試験になっているんですね。論文式なんですけれども、各分量は本当にこう。細かく。証文に分かれて、それぞれの証文について本当にもう二行、三行ぐらいでこう書いていく、というようなイメージです。まあ、中には多少、ちょっと五、えー、行、六行ぐらいに渡っちゃうことも、まあ、中にはあります。けれども、基本的には大体、だいたい二、三行でこうまとめる、というような感じの証文が、やっぱり多いんですね。本当に、あの、まあ。 すき焼きじゃないんですけれどもね、いろんな論点をこうお鍋の中にこうぐちゃぐちゃに入れちゃっていて、えー、それぞれをこう本当にこう短く短くコメントをするというような形になります。ですから、えー、もう一回切り替えちゃいますが、まあ本当はですね、平成十年度は、えー、こう一、二、三ってまあ三つ証文があるわけなんですが、先の本試験問題を見るとここまで分量の多い問題は普通あまりちょっと考えられないので、えー、まあ一番と三番だけ、えー、を設定します。 1>, で1番と3番についてですね、1、2で、これについては、まあ、回答例ですね、回答例の方にまに、あ、答えがありますので、ここの、この2番ですねで、これについては、まあ、その下に、えー、回答を載せておきましたので、えー、確認をしていただきたいんですが、えー、ちょっと、番ですね企業が所有する市場価格のある有価証券の原価と時価との差額については、が国の銀行のディスクロージャー制度。 の元ではここれれをどのののようううにに取り扱べべきもととととささていいいますすかその理由述なででね括弧の2番は今回問題としては設定してないんですが十分十分皆さんが受ける2018年は試験として問題が設定される可能性ありますからね括弧の2番はこの解答例これやっぱちゃんと読み込んでいただきたいんですねで括弧の2番なんですが、まあえー、売買目的ですね 売買目的の有価証券とはということで、えー、時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券を言うと。で、この定義はちゃんと覚えておいてください。で、売買目的有価証券は時価を持ってた直接対象評価額とする。で、この制度規定もちゃんと覚えてください。売買目的は時価です。時価で評価をします。で、えー、時価を持ってた直接対象評価額とする。で、投資家にとっての有用な情報及び企業にとっての財務活動の成果は有価証券の期末時点の時価に求められると考えられるからであると。要するに。 なんんでで時価なななすすかっていうことになります、えーまあ、なぜ時価なのかということなんですね。でこれは売買目的有価証券はなぜ時価なのかでこれは我々投資家の立場我々投資家の立場だとそれは有用なな情報になりますよそして企業の立場で企業の立場で考えると時価で評価をするということは財務活動の成果を示すことになるんだと。 投資家の立場企業の立場お互いの立場でやっぱり直で評価すべきだっていう話になっちゃうんですね。で直で評価するってことは当然差額が出ますので差額はじゃあどうするかというとこれはもう投機の損益にしましょうということなんですね。でなんで投機の損益にするのかというと売買目的有価証券については売要するにこの売買目的有価証券は 売っちゃったって別に今まで通り事業そのまま続けることができるんですよねだったら評価差額はもう当期の損益として出しちゃいましょうと計上しちゃいましょうという形になりますあと、えー、満期保有ですね満期保有目的の債券ということでこれは満期まで保有するわけですから基本的には取得原価になるわけなんですけどね取得原価をもって評価をするということになりますただ、えー、ちょっと次のページなんですが でどっちかっていうとこの正し書きいわゆる消却原価法ですねこの規定は絶対覚えてください消却原価法の規定ですね。満期保有目的の債権の場合には消却原価法の適用というものがありますので、えー、債権を債権金額よりも低い額または高い額で取得した場合において取得額と債権金額との差額の差額というものが金利の調整と認められるような場合には消却原価法を使わないといけないと。ということなんですね。 であとはこれ通常講義でやっているテーマになりますのでこれはちょっとざっと少し飛ばしていきますのであとは、えー、子会社株式関連会社株式でこれも時価関係ありません取得原価で評価をするという形になりますで子会社の株関連会社の株を買うということですね子会社の株を買ったり関連会社の株を買うということは事業投資と同じと見ています すすするに建建物物を買買買ってののののとと同同じじなななんんんでででよ建物を買うう子会社株はねだから事業投資なんですよそしたら時価関係ないということはどうせ売らないんで売らないものを時価で評価しても意味ないですからねですからこれはもう事実上の事業投資と子会社の株だとか管理会社の株を買うということは事実上の事業投資というふうに考えることができるので時価は関係ない取得員からで評価をしましょうということなんですね。 でで一番の問題はここですその他有価証券なんですがでこれはやっぱりやっぱりでで評価をすするんですまずここはちゃんと覚えてください。で「時価で評価をする」ということなんですがということは当然評価差額が出ます評価差額が出る。で評価差額については2つのやり方が認められています原則的には番のやり方なんですが2番のやり方でも OK です。 基本的には評価差額が出た時はそのプラスとかマイナス、まあ、全部合わせて全部合わせて合計を純資産の分に計上するというのがまあ原則的なやり方なんですが例外的に原価が取得原価を上回る銘柄についてはこれは純資産の方にまあ計上して。 時価が下がっちゃってますんで含み損になるわけなんですが含み損評価損ですねそういったものの銘柄にかかるものについてはこれはもう当期の損失として確定させるということもできます。どっちか認めてるんで,す、ね、でちょっと気をつけていただきたいのはその他有価証券はその他有価証券は何でそもそもまず時価で評価するのかっていうことの根拠が必要なんですよね。 でそれがここに書いてありますその他有価証券をなぜ時価で評価するんですかということでまず投資家の立場投資家の立場に立って考えるとやっぱり時価ですね時価で評価をするということは有用な情報なんですね投資家にとっては。それから 今度企業の立場企業の立場に立って考えても自家で評価をするということは財務活動の成果とととして考えるることができるだろうとまたさらに国際的な会計基準とのすり合わせを考えたときに国際的な会計基準だと自家評価というものがまあずっともう従来から行われてますんでそれとの整合性ですね、まあ、整合性を考える上ではやっぱり自家で評価した方がいいと。 でまあそこまではまあ分かると、まあ、直で評価をするただそうするとひょ直で評価するということはこの評価差額が出るわけですね。これ書かなくて結構ですけどねこの評価差額です。じゃあ評価差額はどうするのって形になっちゃうんですが原則的には プラスとかマイナス、まあ、両方可能性としてはあるわけなんですがプラス、えー、評価差額ですねプラスもマイナスも全部まとめて全部まとめてでこれは純資産の分に計上するということでの損益にはなりません。で当期の損益にならないかというとその他有価証券ってその他有価証券ってそんなに簡単に売買できないんですよ。でちょっと一回モニター切り替えちゃいますが。 あのその他有価証券というのは一般的に言うと最近だいぶ少なくなってきてるんですがいわゆる持ち合い株だって言われてたりすするんですねお互いにお互いの株を持ってるケースでこれがその他有価証券に該当するんですね。とお互いにお互いの会社の株を持ってますんでそうするとなかなか簡単には売れないんですよ。 簡単に売っちゃったりするとお互いのこの信頼関係というかそういったものにこうこううひびが入ってしまうというかだからなかなかですねそんな簡単には売れないですだから時価が例えば下がっているあるいは上がっている、まあ、どっちの可能性もあるんですけれども評価差額全体評価差額全体は当期の損益ではなくてこれは純資産の方に計上しましょうというのが我が国のルールになります ですから、えー、プレゼンターの方に移っていただいて評価差額については全部まとめて全部まとめて純資産の部に計上しますすよとということですね。ただ例外として時価が上がってる部分は純資産として時価が下がっちゃってる部分はもうこれはもう投機の損失として確定させるというやり方でもまあまあいいでしょうと言われてます。 であとちょっとこれおまけということになるんですが最後にということで満期保有目的子会社株式および関連会社株式それからその他有価証券これ書かなくて結構ですこれは答案には書きませんがね1番2番3番ということで、まあ、この3つです満期保有目的の債権と子会社株式および関連会社株式とその他有価証券。1番2番3番この1番2番3番に関しては 時価が著しく下落した時は回復する見込みがあると認められる場合を除いて時価を持って対策対象評価額とし評価差額が当期と損失として処理しなければならないということです。で一般的に言うと著ししいいい下下落とううのは50を超えててががっているようなケースが該当しますですから50%を超えて時価が下がっている時は著しい下落にまあ該当しますので。 回復する見込みがあると認められる場合を除いては、時価をもって対象対象評価としなければいけないとまあいうことなんですね。あのここの規定を結構誤解している受験生がいてですか？ちゃんと正確に覚えてくださいね。時価がまあ、著しく下落しちゃってると時,時価が著しく下落しちゃってるとは基本的に三つの可能性ってあるんですよ。どういうことかというと。 時価ががししく下落しちゃってるるるはは一つ回復する見込みがあるケースもうこれはもうはっきりもう時価はもう確実にもう回復しますよそれから回復するかどうかが分からないっていう時もあるです要するにグレーなんですねグレーゾーンというか回復するかどうかちょっとよ,よく分からないなというケースがありますから3つ目はもう回復はしないだろうなともう諦めるもう時価がどん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 著しく下がっちゃってもう諦めるんですねもう時価がどん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 下がってきてもうダメですよ 3つの可能性があるんですよ時価が今著しく下がっちゃってるケース頭の中でイメージしてもらえてるんですね。時価が著しく下がっちゃってるケースはこれから先のことを考えたときに3つの可能性があって1つははっきり時価が上がりますよともう一回時価が上がってきてこう回復するんですね。からもう1つはよくわからないと。もう1つは時価が下がってもう元に戻らない。でこの3つの可能性があったときに、えー、今の規定だぜ、ね、今の規定だと。 回復する見込みがあると認められる場合を除いてなんです。要するにはっきり回復するって認められるときはいいんです。それはもう時価で評価する必要はないんですけれども、よくわからないというケースが現実的には多分多いと思います。時価が上がるかどうかよくわからない。それからいやもうこれ以上、えー、もうこれから先時価が回復することはないだろうなっていうケース。この二つのケースはもう時価をもって対照対照比較としなければいけませんよね。 まあそこはちょっと気をつけてておいてくださいであともう一つ気をつけないといけないのはこの中に123この3つの中に売買目的で何、ね、で,で売買目的有価証券が入らないのかということなんですけどね売買目的有価証券は売買目的有価証券はこ,れこの規定がいらないんですよ。 時価が著しく下落した時ときはこれ書かなくていいですかね時価が著しく下落したときはっていう条件がつくんだねこの条件いらないんです要するに売買目的有価証券の場合にはど時価が著しく下落しようと著しく下落しまいとどっちにしたって時価で評価しなければいけないわけですからですからこの規定が適用されないんですよ売買目的だと 売買目的有価証券はどっちにしたって時価で評価するわけですから時、ね、価が著しく下落したって著しく下落しなくたってどっちにしたってそれはもう時価で評価することになってますのでねですからこの3つの中に売買目的の有価証券は入ってないんです、まあ、そんなところもちょっと気をつけておいてくださいであとはですねちょっとその人は少し話変わっちゃうんですが財務会計の情報提供機能ということで 情報提供ですね情報提供機能ということで投資家に対して、えー、証券投資の意思決定に役立つ情報提供することによって投資,家を投資者を保護し証券市場がその機能を円滑に遂行できるようにするという機能であると。でここはちょっとさすがに完璧に定義を覚えるのはちょっと難しいと思うんですが7割から8割ぐらいの制度でこの定義は覚えておいてもらいたいんですが情報提供機能ということで我々投資家に対して 株を売ったり買ったりしますよね証券投資の意思決定に役立つような証券投資の意思決定に役立つような情報提供することによってそれで我々投資家を保護しようということですねで、もし嘘の報告をしちゃったりする嘘の報告をすると株式の売買って怖くてできなくなっちゃうんですね我々投資家はまた嘘ついてんじゃないかとかそうすると 嘘の報告なんかされちゃったりすると我々投資家は株の売買が怖くてできなくなっちゃいますんで証券市場が機能障害に陥っちゃうんですねだからそうならないようにきちんとした情報というものを提供しなければいけないということなんですね。で一応その下ですね、えー。情報提供機能の重要性とということで えー、まあこの日はざーっと読んでいただければ大丈夫かなと思います、えー。なんで情報提供機能というのはそんなに大事なんですかっていうことですね。まあこれは本当に株式所有が分散化していろんな人が株の売買に絡んでます。たくさんの人が株の売買に絡んでます。しかも株を売買するとき、株を売買するときはまあ意思決定をするわけなんですが、そのとき。 その情報源ですね情報源としては会社から出てくるこの、えーまあ、財務諸表というものなんですがそれがまあ唯一の情報源になったりしますので、まあ、当然そこは,、えー、は正しく、まあ、情報が開示されなければいけないという形になるんですね。でまたここに潜在的投資家って書いてある潜在的投資者って書いてありますがこれから これから株を買ってみようと思っている人もいるかもしれないでこういう人たちも情報にきちんとした情報に接することができないといけませんよね。まあそんなことで、えー、その人ですね証券市場において投資者の果たす役割が重要になった場合資金調達の観点から会社が投資者のじゅ、えー、情報要求に応えることが社会的に不可欠な要請となったんだということなんで例えば会社がですね会社が 新ししく株をを発行してお金を集めるるとということがあるわけなんですよ。そうすると新しく株式を発行してお金を集める時資金調達するんですね。で実は例えばこの会社が昔嘘をついてたなんていうことになるとやっぱりみんな投資家はそういう会社信用しなくなっちゃいますよね。 ですからそういういことをやっちゃダメなんですよ。ちゃんとした情報を開示しないといけないということなんで資金調達の観点からもちゃんと会社がですね当社者の情報要求に応えることが社会的に不可欠な要請となっているということですね。でちょっと次のページになりますが6ページ目のところですね。で情報提供ではなくて利害調整というで 機能もあります財務会計の利害調整機能なんですねで利害調整といった時は、まあ、これも書かなくていいんですがこの2人の利害調整まず考えてください。株主と経営者ですいませんちょっとモニター切り替えちゃいますが例えばやっぱりいろいろと話題に挙げられることが多いんですけど、ね、例えば東芝っていう会社があります、まあ、いろんなことでこう問題になっちゃうこともあるわけなんですが例えば、えー、その東芝の経営者ですね、まあ、取締役それから株主ですね やっぱりお互いにこうこうん、どうしてくれるんですかみたいなことでこう意見まあ意見というかこうまあ対立しちゃうこともあるんですねお互いのまあ利害が相反しちゃうこともありますのでそうすると経営者と株主ですねその経営者と株主のまあ利害というものがぶつかっちゃってちょっとお互いにこう、えー、まあ摩擦というかですねやっぱりそういうものがこう生じてしまうことがありますので、ね、まあそういうお話になってくるんですが株主と経営者の利害調整なんですね。 でちょっと一旦下がっていただいて、まあ、文章はですねちょっとお時間を見つけていただいて読んでいただきたいんですがこの両者の利害対立というものを考えるでどういうことかというと経営者が本来経営者っていうのは株主の代理人としてて会社のの経営やってるわけです株主の代理人なんですね経営者って。ですから本来は経営者っていうのは株主の利,利益に沿うように、まあ、会社の経営をやらなければいけないわけなんですが。 経営者が自分の利益というのは優先しちゃうようなケースもありますで、まあ、財産の運用保全状況なんかを、まあ、株主に報告をするということになるわけなんですがで事故の利益を優先してしまうことがあるのでそうならないように財産の運用保全状況なんかを逐一この株主に報告をすることになってるんですね。 でこれがいわゆる受託責任という責任にな,なってこの人経営者が追ってるる責任になるわけです経営者というのは株主から財産を預かってますですから株主から財産を預かって、まあ、それをまあ運用しているわけなんですがそうするとその財産の運用状況あるいは保全の状況なんかをえ逐一株主に報告をして今これだけの財産に増えてますよとか保全状況はこうなってますよみたいなことをこの人に報告するんですね。 まあ報告しななけければいけないでこれがいわゆる自宅責責任任と呼ばれる責任なんですねでこの受託責任を果たすことでこの人が経営者が果たすことでお互いの不要な、まあ、不要というか不毛なですかね不毛な対立というものがなくなるようにしているということこれが財務会計の、えーまあ、利害調整機能の一つになってるわけですね。ですから財務会計 財務会計というのは外部に報告をする会計ということなんですがこの経営者ですね経営者がありますそこでそうな,らないようにそうならないように財産の運用保全状況なんかをこの人たちに報告をして受託責任を果たすということでまあ不,要な不毛な対立が起こらないようにしているということなんですね。 でで、えー、ちょっと次のページになりますけどねでもう一つ株主と債権者この両者の間で、えー、利害対立が生じてしまうというケースもあります。でこれもちょっと、えー、時間見つけて、まあ、お読みになっていただきたいんですけれども簡単にまとめるとこういう対立になります。えー、株主ととと債権者ということで 株主の立場に立って,て考えると、まあ、たくさん配当が欲しいわけなんですね。で配当というのは原則これ金銭で配当するもんですからとたくさん配当が欲しいこれが株主の、まあえー、要求なんですね。でこの株主の要求に沿って会社がたくさん配当してしまうと財産会社の財産なくなっちゃいますね。と債権者の立場に立った時に債権者としてはお金を、えー、最終的には返してほしいわけですから。 とやっぱり会社の財産を守ってほしいんですよでここででお互いいいのの利害といううがどししても対立しちゃいますですからこっちは株主としては、えー、たくさん配当が欲しい配当というのは会社の財産から配当されますよねでもこっちは会社の財産を守ってほしいわけですよねでこの対立をなくすためにどうするかっていうとここまでは分配できますよという分配可能限度額というものを財務会計では 設定していますですから配当が欲しい配当が欲しいまあ気持ちとしてはよく分かるんですけれども無秩序に配当を出しちゃったら会社の財産どんどんなくなっちゃいますので分配可能限度ここまではここまでは配当できるけどこれ以上は配当できませんよという線をちゃんと線引きをするわけなんですね。でちゃんと線引きをして ここまでは配当していいけどこれ以上は配当できませんというちゃんと線を引くんですね。そこで無秩序な財産の流出というものを防ぐということになってお互いが喧嘩しないようになってますよということでね。はいでは、えー、ちょっと次のページですかね。 財務会計の概念フレームワークにおける財務報告の目的ということなんですねで、この内容ぐらいはちょっと覚えておいてください財務会計の概念フレームワークですねあの受験生からよくこの財務会計の概念フレームワークで先生試験に出るんですかって聞かれちゃうこともあるんですがさすがに本格的な内容はちょっとないかなとまあ、予想はしているんですけどね 一応これくらいの内容だったら覚えていただきたいんですが、まあ、一番大事な内容です財務会計の概念フレームワークにおける財務報告の目的ということなんですね。でまあちょっと文章自体はお読みになっておいていただきたいんですが財務報告の主目的主目的です主目的はあくまでも情報を提供するということです。 でもうちょっと付け加えると上に戻って頂い,いてどんな情報かというと投資家我々投資家ですね我々投資家の立場に立って企業成果の予測それから企業価値の評価をしなければいけませんのでそういう企業成果の予測だとか企業価値の評価に役立つような役立つような企業の財務状況つまり投資のポジションとその成果というものを開示することがこれが財務報告の目的なんですよという。 結局は結局は財務報告の目的というのは財務報告の目的というのは投資のポジションでこれ従来言っている財政状態と同じと言われてますいわゆる財政状態ですね投資のポジションそのとその成果でこれが従来の経営成績にまあ該当すると言われてるんですが経営成績、まあ、その成果ですねこれを開示することなんだと。ということなんですね。 でこれが財務報告の、まあ、主な主な目的だって言われていますつまり財務報告の主な目的としては情報提供をの、まあ、機能を果たすだそのことでそのことで結果として不毛な利害の対立というものを防ぐことができますのでまあ副次的な目的としては利害調整という機能も まあ持ってていいるるであろうと言われているわれけなんですね。まあそんなところをちょっと覚えておいてください。であとはですね、えー、今回扱ったディスクロージャー制度にまあ絡んで「明瞭性の原則」というのは昔から日本はですね企業会計原則の一般原則の中で「明瞭性の原則」というものがあります。 でこの規定はちゃんと覚えてください。企業会計、まあ、明瞭性の原則ということで、企業会計は、えー、財務諸表によって利害関係者に対し、必要な会計事実を明瞭に表示し、企業の状況に関する判断を誤らせないようにしなければならない。まあ、これを明瞭性の原則というということで、これが企業会計原則の一般原則になりますので、ね、一般原則の中の明瞭性の原則の規定になるんで、これは覚えておいてください。利害関係者に対して必要な会計事実 必要な会計事実を明瞭に表示して、まあ、企業の状況に関する判断というものを誤らせないようにしないとダメですよと言ってですねでこの明瞭性というのは一般的に言うと2つの内容が含まれていて形式的な意味のまあ明瞭性と実質的な意味の明瞭性ということなんですね。2つのまあ明瞭性があるということですね。 利害関係者に対して必要な会計事実を明瞭に表示,明瞭に表示をするということなんでまあえ分かりやすく分かりやすく表示をするみたいな形になるわけなんですけどね。でこれは形式的な明瞭性と実的な明瞭性があります。でちょっと次のページなんですが形式的な明瞭性ですね。形式的な明瞭性というのは 言い方をを変ええれば外観性の検知考えます要するに、まあ、フォーマットっていうかですね要するに、まあ、形式面を重視するということで外観性の検知から、えー、例えば、えーまあ、様式ですねフォーマットはどうするかとか科目名はどうするかでこの科目っていうのはちょっと皆さんなじみないと思うんですがあのこれは簿記をやってるといわゆる感情科目というのがあるんですねこれちょっと簿記を勉強しないと理解しにくいと思うんですが、まあ、科目っていうのがあるんですけどね。 で科目とか配列の順序だとかなんかの、まあ、いわゆる表情法については理解しやすい方法を左右すべきことが要求されているということですね。で具体例としてはこういったもの例えばキャッシュフローの計算,キャッシュフロ計算書なんかでも区分区分に表示をしますし総額主義だったり貸借、えー、対,対象表の区分あの総益計算書の区分表示、まあ、こういったものがすべて、えー、外観性の見地からのまあ明瞭性いわゆる形式的な明瞭性だと言われてます。でそれに対して 実質的な明瞭性というのは詳細性の検知からっていうことなんですが要するにちょっとこ、まあ、細かい情報というか、まあ、詳しいですね詳しい情報を提供するということになってくるんですね。で、まあ、詳細性の検知って書いてありますが簡単に言うと 金額の根拠なんですよなぜこの金額になったのかなぜどうしてどうしてこの金額になったのかその金額の根拠ですね数字の根拠でこれをやっぱりはっきり伝えなければいけないということでまあ実質的な明瞭性だって言われることがありますいわゆる詳細性ですねでこの詳細性、まあ、つまり実質的な明瞭性なんですがでこれの 適用例としては、重要な会計方針を中記する、あるいは、え、後発事情ですね。で、まあ、開示後発事情って書いてありますが、一般的に言うと、後発事情は開示後発事情のことを指してますので。まあ、この開示という言葉をつけなくても結構です。重要な会計方針、あるいは後発事情ですね。で、こういったものを。この後発事情とか会計方針ですね。で、これが詳細性の検知から。中記されるという形になっているわけです。 ですから、えー、詳細性の検知ということで、まあ、詳しい情報ですね、まあ、これを提供しなければいけないということで,、はい、でちょっと次のページなんですが、えー、会計方針ですね会計方針ということで会計方針では財務諸表を作成のために採用している会計処理の原則及び手続き並びに表示の方法その他財務諸表を作成のための基本となる事項をいうと。 要するに会計方針というのはうちの会社ですねうちの会社はこういうふうな方針で処理してますよということをまあ中継をしなければいけないんですよねでなんで会計方針をまあ開示しなければいけないかということなんですがあの基本的に一つしか会計処理が認められなかったら会計方針っていらないんですよ普通はだってみんなそれ,それしか選ぶことできないから やり方が一つしかなかったら、会計方針なんかいらないんですよね。でも。まあ、多様なって書いてるんですけどね。いろんな代替的な会計処理方法が認められちゃうケースがあるんです。だから、うちはこうやりますよとか。ええ、う、う、ちはこうやりますよ。ええ、う、うちはこうやりますよ。そんな形で、代替的な会計処理方法が認められちゃってるケースは。 そこの会社がどれを使っているかっていうのを我々に情報として伝えてくれないと我々って判断できなくなっちゃうことがあるんですね。ですから代替的な会計処理方法というものが認められていてそれらのうち、まあ、いずれを選択するかというのは各企業のまあ自由なんですね判断にこう委ねられちゃってるケースがあるわけです。とすれば。 とすれば我々投資家の立場で立って考えたときにそこの会社がどのやり方を使ったのかということを中期か何かでこう表示をしてくれないと判断できなくなっちゃうんですよ。ですから、まあ、キャッシュフローとかですね、まあ、経営成績だとかキャッシュフローだとか、まあ、財政状態だとかってそれに対して判断を誤る可能性が出てきちゃうんですね我々が我々投資家が。だから会計方針は中期しないといけないと言われてるんですね。 で今度は、えー、その下のところで「後発事象ということなんですが、えー、後発事象ということでこれは、まあ、決算日後ですね貸、まあ、借対象表記後ということなんですが、えー、決算日後貸借対象表記後に生じた事情で時期後の財政状態に、まあ、重要な影響を及ぼす事効を言うと、まあ。決算日ですね貸、まあ、借対象表記ということなんですが。 決算日後に生じているということなんで、これ本来は来年なんですよ。来年の、えー、財務諸表ですね。来年の財務諸表にまあ重大な影響を与える来年ですね。じゃあなんで来年ですね。来年の、えー、財務諸表にまあ重大なまあ重要な影響を重大な影響を及ぼす可能性がまああるわけなんですが、なぜそれが中継されないといけないのかということなんですが。 的確な判断ですまあ英語で言うとタイムリーというんですかねタイムリーな意思決定と言ったりする人もいるようなんですが的確ななな判断とといいいいうものを行わないといけないまさにタイムリーですねタイムリーな意思決定というものはやらないといけないそのためにこの後発事情と呼ばれているものをまあ中期しなければいけないですね、まあ、ちょっと次のページになっちゃいますが。 まあ、後発事情として、えーまあ、一応挙げられているものは1番から5番まで、まあ、こんなものが後発事情になっているんですが、えーまあ、どれでもいいです例えばこの5番目ですね主要の取引先の倒産ってあります。でどういう状況になるかというと例えば4月から3月の1年間でここで決算ですねここで決算するわけなんですがで決算発表っていうのはもうちょっと遅れます。 でこの決算発表のこの間のどこかで例えばこの、えー、過去の5番で主要な取引先が倒産してしまったということになるとこれはかなり大きな、まあ、ダメージになっちゃったりします。ですねですから決算日後に発生していて時期以降の財務諸表に今重大な影響を与えてしまうと。でこれは 決算,で決算発表するときはこの主要な取引先の倒産というものは中期しといてくださいねこの5月31日に例えば決算発表するときはこれはちょっと書いていただいてもいいんですがここは中期という形でこの決算発表の時に中期をする形で情報開示をするということになるわけなんですね。 で一応解説レジュメントとしてはそれぐらいなんですがでこの後ちょっと解答例ですね第1問目、まあ、問題の1番なんですが解、えー、答例をご覧になっていただきたいんですが。 はいでえー、問題の1番ですね、えー、過去の一番なんですが、ディスクロージャー制度の存在意義、ディスクロージャー制度における財務報告の目的ということで、まずディスクロージャー、まあ、情報を開示する、情報を開示するということの存在意義ということなんですが、これは投資家と経営者の間に存在する情報の非対称性でこのことはどうしても必要です。投資家ですね、我,我々投資家、我々投資家と経営者、この2人は、この二人はですね、同じ情報を持ってるんじゃないんですよ、普通は。 一般的に考えると経営者の方が絶対的に質も量もたくさん情報って持ってますそこの会社のまあ当たり前では当たり前なんですよねここが経営者ですけどね。ですからこの2人の間で情報が非対称になっちゃうんですよ。で情報が非対称になっちゃうと我々投資家としては。 ひょっとしたら経営者が嘘ついてるんじゃないかとかっていう形でそれがこう不信感につながっちゃったりします。で不信感につながったりすると安心して株の売買ができないんですね。でそれがいわゆる機能障害になっちゃうんですよ。安心して株の売買ができない。でそれは困るのでそれは困るので経営者による私的情報私的情報の開示というものを社会的に標準化して促進させていかないといけないと。ということかというと勝手に 社長が「でですすねね経営者社長がいやー俺のところはこうやるよ」と「いやーうちのところはこうやるよ」「いやー俺,は俺のところは」なんていう形で経営者が自分たちで勝手に独自の判断で独自の判断で経営者が私的情報というものを流そうとしてもダメなんです。それはダメですそんなことは。 でそれをちゃんとルール化して情報というものをみんな同じ情報を提供しなきゃいけませんよということで社会的に標準化して促進させていかないといけないこれがディスクロージャー制度のまあ存在意義になるわけなんですね。ですから、えー、もう一回なっちゃいますが例えば経営者ですね、まあ、社長でもいいんですが社長はいやーこの情報は出したくねえなーなんていうことでじゃあ、えー、ちょっと隠してこの情報は表に出さないで隠しておこう。だめです。経営者が 勝手に判断して自分でプライベ私的、ね、な情報で勝手に自分で判断してこの情報は表に出すとかこの情報は表に出さないとかそんなこと決めちゃダメなんですちゃんとどこの会社もみんな同じ情報として社会的に標準化して情報というものを提供させるでそのことによって機能障害をなくそうとしてるわけなんですね。 でそういう情報、まあ、ディスクロージャー制度のもとにおいてじゃあ財務報告の目的って何かって言ったらこれはさっきちょっと言いました財務報告の目的は投資のポジションですね、まあ、いわゆる財政状態それからその成果いわゆる経営成績これを開示するこれを開示するということが財務報告の目的になるんですよということになるわけなんですね。 でえーまあ、その後なんですが財務報告において提供される情報の中で投資の成果を示す利益情報は基本的に過去の成果を表すが企業価値評価の基礎となる少量のキャッシュフローの予測に広く用いられているでこのように利益の情報を利用することは同時に利益を生み出す投資のストックの情報を利用することも含意しているなぜならば投資の成果の絶対的な大きさのみならずそれを生み出す投資のストックと比較した収益も重視されているからであると。 ちょっとこの辺はまあ難しい表現なんで、まあ、あの完璧に覚え込まなくてもまあいいんですけれどもさすがにこれ、えー、過去の本試験問題平成10年ですかね平成10年の本試験問題、まあ、なかなかちょっと少しレベルの高い問題なんですがあの投資の成果いくらお金が儲かったのかいくらお金が儲かったのかっていうのはもうこれはすべて過去の成績なんですねいくらお金が儲かったのか。 でそのことによってじゃあこれから先いくらお金が入ってくるかキャ,キャッシュフローでこれは将来のことを言ってるわけです。で将来のキャッシュフローというものは我々は予測するんですね我々が予測する時は投資の成果をベースに考えたりしますいくらお金が儲かったかという過去の成果ですね過去の成果をベースにしてじゃあ将来いくらお金が入ってくるかみたいなことを我々は予想したりするんですよね。 ですから、まあ、利益例えば100万円ですねお金が儲かった100万円お金が儲かったでじゃあいくら投資をしたのかということで利益を生み出す投資のストックの情報を利用することも含意しているということでいくらお金を投資していくらお金が入ってきたのかまあ利益が生まれたのかということですね。で実は我々投資家ってこの比率を考えたりするんですよ。そのいくらお金を投資して いくら利益を生み出したのかということで投資に対してどれくらいの利益が出ているかというこの比率なんですね割合ですね比率これを結構我々投資家って大事にしていますですからいすなるべくだったら少ない投資で少ない投資でたくさんの利益を上げている方が収益性は高いわけなんですがこの利益を生み出す投資ですねまあその収益性ですねこういうものも重視されてますよということになるわけですね はい、であとは、えー、これは先ほどちょっと触れました会計方針ですね会計方針ということで棚卸の評価法これが会計方針になりますで例えば棚卸るの評価方法に関して、えー、個別だとか先入れ先出しだとか平均法だとかでいろんなやり方が認められているんですが、えー、どれを使うかによっってて全部数字が変わってきちゃいますだからどれを選んだのかというのは我々に対して情報を開示しなければいけないということになりますね。 棚折れさんの評価方法これはいろんなやり方が認められてますからね。ということは、えー、そのどれを使ったのかということを我々に情報として開示をしないといけないこれが会計方針になってきますね、まあ、一つ覚えておいてください。はい、ではですねちょっと23分遅くなってしまったんですが、えー、この時間は。 一旦ここまでということでこの後10分休憩とりますがその後、えー、当連の方に移っていきますので、ねえー、まあ一応この講座そういう流れになりますので、えー、間違いのないようにしておいてくださいではまず一旦ここで、えー、前半の講義は終了ということで、えー、10分ほど休憩をとりたいと思いますでは休憩を取りください